8月5日、サッカー女子ワールドカップ決勝トーナメント第1回戦でノルウェーと対戦した日本代表、なでしこジャパン。高さのある相手に、スピードや戦術などで惑わし、終わってみれば3対1と強さを見せつけたなでしこの選手たちに、ファンの方々から称賛の声が寄せられています。グループステージでは、鉄壁のディフェンスで3試合を無失点とすると、圧倒的な攻撃力を見せ、特にスペイン戦で見せた鋭いカウンターは世界中のファンを魅了し、海外メディアから大絶賛された日本。そんな彼女たちは、今大会の優勝候補とまで評されるほどとなっています。対するノルウェーは、グループステージ初戦で現地ニュージーランドに敗れると、世界ランク20位のスイスには引き分け、最終戦のフィリピン戦でようやく快勝し、グループリーグ2位通過。しかし、高さを生かした攻撃を得意としており、気が抜けない相手となっていました。12年ぶりの優勝の期待がかかる中、試合がスタートすると、序盤からスピードを生かし猛攻を見せた日本。高さで勝るノルウェー相手に、緩急をつけたパスやショートコーナーで惑わせると、前半15分に宮澤ひなた選手のクロスがディフェンスに当たり、思わぬ先制点を得た日本。しかしその直後、警戒をしていたサイドからのクロスを上げられ、綺麗に頭で合わせてノルウェーに得点を奪われ、1対1と振り出しにされてしまった日本。その後は日本がボールを支配する時間が長く続きましたが、なかなかチャンスを作ることができず前半を終了。何としてでも勝ちたい日本は、後半も相手ゴールに迫り、5分にはディフェンスの清水梨紗選手がこぼれ球を拾い、落ち着いてシュート。これで勝ち越すと、負けられないノルウェーも主力選手を投入し、攻撃的な布陣に変え、日本ゴールに迫ります。しかしこれが日本のチャンスとなり、ノルウェーのディフェンスが手薄となったところを、前線のスペイン戦同様カウンターの餌食に。後半36分には、ディフェンスからのロングパスを受けた宮澤選手が、冷静に3点目を押し込み、これが貴重な追加点に。試合終了のホイッスルが鳴るまで、相手の猛攻をしのぎ、攻撃の手を緩めなかったなでしこジャパン。今大会初の失点を許しましたが、試合終了となった瞬間は選手たちが駆け寄り、笑顔で抱き合う姿が印象的となっており、準々決勝に駒を進めていました。この試合をご覧になったファンの方々からは、なでしこジャパンの4試合を終えて14得点1失点ってやばくね、スペイン戦はボール持たせて勝って、今日は逆に保持して勝つ、持ってよし、持たせてよし、最高だ、などといった称賛の声が続々と寄せられていました。この勝利で2大会ぶりのベスト8となったなでしこジャパンは、8月11日に行われる準々決勝でスウェーデンとアメリカの勝者と戦うこととなっており、どちらが勝ち上がっても気が抜けない戦いとなりそうです。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。ベスト8進出おめでとう。今のなでしこジャパンは強い。スペイン戦はボール持たせて勝って、今日は逆に保持して勝つ、持ってよし、持たせてよし、最高だ。一戦一戦成長する池田なでしこジャパンが本当に素晴らしく、毎回感動する。なでしこジャパンのベスト8進出、本当におめでとうございます。総合力での粘り勝ちだね。個々の強さ、判断力、パスの正確さ、
シュート力、すべてのレベルが本当に高い。特に3点目のシュート、めちゃめちゃかっこよかったよ。なでしこジャパンの4試合終えて14得点1失点ってやばくね。ノルウェーのディフェンス陣が見るからにやりにくそうにしてた。ぜひ次もいい試合を見せてほしいです。後半の圧倒すごかったな。最後は何回かピンチあったけど本当によく守ったわ。そしてあのカウンターは効いた。清水梨紗のゴール泣いた。なんであんなところまで上がってるんだ。長谷川さんも小柄なのに強い。海外の選手に当たり負けせずに体軸ぶらさすにドリブルできるもんな。準優勝だった2015年のカナダワールドカップ以来2大会ぶりのベスト8なのか。そんなことを感じさせない圧倒的な強さだったのでは。3対1でアディショナルタイムなのに貪欲に追加点取りに行くところはさすがでした。必ずシュートで終わろうとするあの意識が素晴らしい。超攻撃的姿勢でこのまま優勝だ。次の相手は世界ランク1位のアメリカか世界ランク3位のスウェーデンだから次が正念場になりそうだな。でもこの流れならいける。次は相手どっちが来ても強豪だが、ここ突破したら一気に頂点まで駆け上がれそう。みんなめちゃめちゃ走り切って点取って出した結果だが、まだ1回戦。いい緊張感持って次も行こう。ベスト8おめでとう。次はスウェーデンかアメリカか。どちらにしても厳しいけどベスト4を目指して頑張って。